安倍、現役時代の血が騒ぎ出す。ワンバウンドしたボールがプロテクターに挟まる。行ったかな。すげえところ入っていったな。もう下げてやれよ岸田は。フォークはもう投げないでと。ぶっちゃけあれやるやつ下手。珍しいな。テイクワンベース。そんなルールあるんか。痛い思いして進塁されるとかきつすぎ。用具の不正な使用やな投球を取るのはミット勝てでないといかん。打つ方はチームで唯一のマルチヒットだけどうん。なんで阿部はバット持ってるんだ。阿部バットおもろすぎやろう。ケツバット準備。阿部が岸田ボコる準備してて草。阿部激おこ。ごめん、わろた。バットいじってる時はイライラしてるんだろうなと思う。お仕置きの準備かな？これは血がたぎってますわ。同じ星として阿部全盛期のが打つのも守るのもチートレベルで上やからな、本人の血が騒ぎ出したんやな。